さあ続いて2回戦ラストのバトルです。これが終われば2回戦終了で一度 JFFC のこのライブ配信もブレイク、その後またメインコンテンツ入ってきます。さあ2回戦ラストのバトルと参りましょう。まずは先行に登場は赤コーナー、カザネ。まずは先行は赤、カザネ。対する後攻はブルー、登場はコウスケ。いや最初に言っとくと、まだ分かんないですよ。分かんないけど、うん、この大会通してベストバトルがこのバトルになる可能性高いです。おや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 、はい、まあメンツ的には気になるところです。一応ね、カザネ VS この2人は2017年に1回 JFFC で当たってるんですよ。あ、なるほど。で、その時はコウスケ余裕勝ちしてるんですけど、ほうほう、あの時はまだカザネが天才として覚醒する前だったっていうね。おやおや、今はもう覚醒後のカザネなんで、このバトルどう転ぶか分かんないなって思ってます。イエス、個人的にも注目してます。2回戦ラストのカードはカザネ VS コウスケが実現、勝った方がベスト4です。先行カザネから注目のバトルです。バトルスタート。さあ注目のバトル2回戦のラスト、まずはカザネからスタート、ゴー。さあ後攻ディフェンディングチャンプコウスケの登場。えい、2回戦ラストのバトル、4つ目のバトルでございました。先行が赤コーナーカザネ、後攻が青コーナーディフェンディングチャンプコウスケ、勝った方がベスト4、最後の1枠セミファイナル出場決定でございます。さあ注目のジャッジメント見させてもらいましょう。3方、それでは注目のジャッジです。3、2、1、ジャッジ。ウィナーは青コーナーコウスケに決定。いやー、
コウスケ強いな。どういうバトルだったの？いや、カザネのフリースタイルフットボールはもうザ・天性、素晴らしい、計算一つもない、オリジナル。はい、なんかやべやべとか言ったりとかあれは分かったけど、ほほほほほほほって言ってるのは何か分かったかな、みなぎってる。でも逆にコウスケはもう計算し尽くされたフリースタイルだなというのが、もうなんか技の一個一個とっても質感がもう全然違う気がしましたね。強いね、ディフェンディングチャンプ。いや強いな。